調整の時にも引っ張り一辺倒にならずにセンター返しを意識してきたというところは最近のバッティングで本人はコメントをしています。まさに1回のタイムリーはそんな当たり。ここは引っ張ってさあ2ストライク追い込んだ。今ファウルを打ったのはフォークですか。フォークだと思いますけどもね。ここに手を出してきた岸です。いろいろなシーンで野球をやってきて4年目ですが、年齢的には今年27歳、結果を出したいシーズンです。岸一方は西村、ライオンズ勝ち越し。岸に今日2本目のタイムリー。岸は今日3打点、失礼、打点は2ですが3点に絡む活躍。吉井監督は出てきてリクエストを要求しました。今のホームタッチセーフかアウトか。中村も40歳になるシーズンですが、その脚力は健在でした。今のは速いライナー性だったんですが、まあ、よく走りましたよね。走りますね。まあ、足はもともと速いですからね。速いです、速いです、はい。まあ、ベースランニングも上手いですから。ただやはりキーマンになりそうな今日は当たりが多かった岸です。ご覧いただきましょう。まあ、これもねレフト方向に打ってますけども、最初から引っ張りに行ってるわけではないので、田村のタッチが中村の太ももか脇腹かというところ。あとは中村のこのスライディング、いいボールは返ってきたんですが、ちょっとね横にそれましたんで、タッチの分は少し時間がかかりました。最後太ももの上にタッチはしているように見えますが、タイミングは実際どうか。岸の方が速そうに見えましたけどもね。セーフのジャッジメント、5対4、ライオンズ勝ち越し。岸のタイムリーヒットです。